おはよう。明日は土曜日。まあ、今日が土曜日ってことだけど、仕事です。昨日はちょっと休みました。農会が嫌だったので。で、土曜日出勤です。で、色もう寝れません。金曜日寝すぎて。えー、っとね。 金曜日はえ何時に起きたかな ?5 時ですね。夕方5時に起きて、病院に行くというあれで休みをもらったので、病院に行こうと思ったんですけど、5時で、夕方5時に起きたから一足で、家の近所、本当はね、皮膚科も行きたかったんだけど、 それもょっとね、もう間に合わなかったから、家の近くの内科で、えー、2箇所、えー、っと、民債をもらいました。ということは、2件にわたってるということなので、えー、普通ならね、精神科医と1件行って1ヶ月分の民債をもらうんですが、えー、っと、私の場合は3件回るので、そのうちの1件はもう済ませているので、で、2件今日渡って、 まあ、えー、1ヶ月分の民剤を、えー、3、袋あるということですね。それぞれ別の病院で。はい。それで1ヶ月生活してるっていう感じです。まあ、間になってよかったわ。 帰って、民剤を、もう、常に過ぎて、すぐ民剤飲んでね。まあ、なんとか寝れたんだけど、もう、2時には目が覚めて、ああ、で、ここからね、また飲んでもしょうがないからね、と思って、今に至ります。何時今 ?5 時。もう、起きている、起きるしかないね。で、明日は休日出勤で、 えー、製造部だけね。日曜日は多分私単独で出る予定にしてますね。ちょっと仕事間に合いません。で、年明け早々の1月4日も、えー、出勤予定です。その、えー、っと、来年1月第2週目かな。 成人式か何かで三人気あるけど、それも出勤ですね。もうすべて出勤です。さあ、もうゴールデンウィークまで、えー、毎日口の、えー、土日、日曜以外はすべて,て出勤ということで。まあ、地獄でしたわ。地獄は始まりますね。でもね、残響チェアチェつけてくれてたので、まあ、文句を言いながら、 みんなうん、まあまあ、うん、良かったかなとは思います。まあでも、もう来年で私多分首切られるリストに入ってるのを、ちょっともう見てしまったので、はい、48歳、49になるんですけど、来年で。終わりですね。 ししましょうか、ね、ほんと嫌われてるからね会社の悪口を言いすぎたっていうのもあるけどどいつもこいつも言ってるけど、うん、やっぱ弱いやつっていうのはあの潰されるよねなんか知らないけどねうんまあやめたら何か見つかるでしょう来年は 本当に苦しいみたいだけどね。本当に苦しいらしいけど。まあ、一年ぐらいの無職は、あと一千万の貯金あるから、まあ、寝ててもいえかなと思ってるけどね。YouTube 頑張るわ。こんなクソみたいな動画をね、まあ、あげつつも、また違う、なんかあの、こともやっていくから、やってんだけどね。 いちチャンネル紹介してないだけで、まあ、この辺はもうブログ的なクソと、クソ動画だから、うん。まあ見てるやつがバカだなとは俺は思ってるけどね。うん。まあ他の子の YouTube を頑張っていくのと、まああと習い事もあるからそれもやっていこうかなと思っております。ではね、余裕あるように見えるかもしれないけど、全然余裕ないから。 なんだかんだ言って今って会社がいれば一番いいよ。うん。きついけどね、本当とに。11月の、十一月から、えー、っと、5月まで、あの、会社のために生きていかなきゃいけないから、そこで身内が死んだりとかね、えー、友達はいないけど、友達の結婚式とか、なんかそんなあってももう、もうそれ,れ無理だから。うん。 それが二十歳幸せなのかどうかということころなんですよね。うん。給料が、もう、えー、49歳、50歳になって、手取りが15万との生活で、えー、土日祝で休みがたくさんあ,あって暇、えー、時間もたくさん余ってますっていう状態を選ぶのか、が幸せなのかあ、選ぶのかというか幸せなのか、それとも、 えー、会社のために半年間自分の人生潰れて身内とかで大事な人の、まあ、結婚式葬式とかもうちの家なんかとにかくねもう両親が83なのでもうちょっと寝たきりにまだ体動いてるからいいけどまああのね70過ぎの寝たきりになったらほぼ終わりと言っていいぐらいの。 うちの母親は82なのでまあ動けてるけど、うん、まあ普通の老人と比べたら全然ダメですね、うん、それが死んだ時にじゃあ果たして葬式に行けるのかっていうね身内の葬式に行けるのかっていう うん、それを置いといてでも仕事をやる。でも給料は安定してる。ボーナスも少しはもらえるで。会社では悪口を山ほど言われる。えー、とにかく嫌われる。うんまあ、自分の性格にも問題あるけど、まあ、誰でも悪口言われる。ストレスがすごくブる場所ね。そんなところで、えー、生きていくのと、 えー、皆さんどっちの方がいいんでしょうかで答えてください。じゃあね。